はい、ケンケンです。今日は水研ぎ焙煎をやってみようと思います。結構興味は持ってたんですけど、結構手間がかかるのでなかなか手が出てなかったんですが、今回やっとやってみました。はい、では今回使っていく豆ですね、こちらになります。グアテマラアンティグアエスメラルダ農園、標高は1600〜1800メートル、品種はブルボン、生成ウォッシュド、等級は SHB、 クロップは1920となっております。グアテマラのアンティグアね、飲み慣れてるんで味の違いがよくわかるかなと思って、とりあえずこの豆を選んでみました。はい、それではとりあえずね、ハンドピックやっていきます。はい、じゃあハンドピック完了ですね。欠点豆今回こんな感じですね。グアテマラのアンティグアにしては結構多めな印象です。はい、それでは今回も 150g 焼いていきたいので 150g に調整していきます。水で洗った後にどれぐらい水を吸って重くなるかも注目ポイントですね。はい、生豆の準備完了しました。こんな感じですね。この豆結構見た目綺麗ですよね。はい、じゃあ水研ぎやっていきます。はい、それではね、早速水研ぎやっていきます。とりあえずそこまで冷たくないぐらいの水、30度ぐらいの水で洗っていきます。初めての水研ぎ焙煎なんで、正しいやり方がどうなのかよく分かってないんですが、とりあえずこんな感じでやってみてます。結構汚れなんですかね、水が濁ってきてますね。少しずつ茶粉も取れて浮いてきてます。はい、一度目洗ってみたんですが、こんな感じですね。だいぶ濁ってます。茶粉もね、この通りそこそこ取れてきてますね。はい、それでは一度水を交換して2度目洗っていきます。はい、2度目こんな感じですね。濁りは1度目よりは少なくなったんですが、茶粉がガンガン取れてきてますね。こんな感じです。はい、それでは水を捨てて、次は50度のお湯で洗っていこうと思います。57度ですね。まあ生豆入れたら冷えるだろうって感じで入れちゃってます。これ熱くて触れないですね。結構水研ぎ焙煎について調べると、50度のお湯で洗うって方が多いんですが、皆さん素手で触れるんですかね。私は無理でした。はい、無理だったのでスプーンでかき混ぜようと思います。また茶粉がだいぶ取れましたね。いい感じです。それではすすいで乾燥させていこうと思います。
だいぶ水吸ってそうですね。音がだいぶウェットな音になってます。とりあえずキッチンペーパーで表面の水を拭いていきます。はい、ある程度表面の水が拭き取れたので、タオルの上に広げて扇風機で風を当てて軽く乾燥させようと思います。はい、しばらく待ちます。はい、そこそこ時間が経ってある程度乾燥はしてきました。見た目こんな感じですね。表面が少し削れて白っぽくなってる部分がありますね。触った質感としてはかなりウェットな、水吸ってるなっていう感覚ですね。水研ぎ前は 150g だったんですが、さあ水研ぎ後何 g になってるでしょうか。測ってみます。この音だいぶ濡れてるっぽいですよね。はい、174.2g、 24.2g 水を吸ったみたいですね。思ってたより結構水吸うんですね。本当は焙煎前にもうちょっと乾燥させた方がいいような気はするんですが、ちょっとめんどくさいのでこのまま焼いてみようと思います。はい、それでは焼いていきます。はい、じゃあいつも通り焼いていきます。かなり水を吸ってるので水抜きにだいぶ時間がかかると思います。調べてみると2回に分けて焙煎するとかいう方法も結構やられてるみたいなんですが、とりあえず今回は1回で焼き上げてみようと思います。すごいなんかウェットな豆ですね、振ってる感覚が。はい、1分の温度が98度ですね。はい、4分経ったんですが、やっぱり蓋につく水滴の量がすごいですね。いつもの5倍以上ついてると思います。はい、8分経過してます。まだまだ水滴はついてますね。水がまだ抜けきれてません。はい、13分経ちました。少しずつ色づいてきて水滴もだいぶ消えてますね。そろそろ抜けきったかなといった感じですかね。はい、15分です。だいぶ色づき始めましたね。そろそろいつもの焙煎の感じになってきたのかなといった感じです。振ってる時の音もだいぶ軽い音になってきましたね。はい、19分、温度が178度です。いい感じですね。あ、言い忘れましたが、今回シティローストに焼き上げようと思ってます。さあ23分です。ハゼてますね。1ハゼです。23分、1ハゼが来ました。温度が198度ですね。
なんとなくですけど、水研ぎ焙煎の方が一ハゼの勢いがないように感じますね。はい、27分です。ハゼてますが、2ハゼですかね。そろそろ入り上げの準備ですね。ハゼてますね、2ハゼが来てます。はい、温度が216度上げていきましょう。入り止め時間が27分32秒です。はい、こんな感じですね。焙煎後の茶粉の量ですが、やっぱりかなり少ないですね。コンロ周りもこれぐらいしか散らかりませんでした。自家焙煎するにはかなりいいんじゃないでしょうかね。はい、それでは焼き上がったので焙煎後の重量見ていこうと思います。126.5g ですね。ほんの少し狙った焙煎度より浅かったなという感覚はありますが、まあ水研ぎしたせいでだいぶ水を吸ってたので焙煎の感覚がいつもと違ったんですけど、その割にはうまくいったんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ焙煎後のハンドピックして焼き上がり、こんな感じですね。見た目だいぶ綺麗だと思うんですけど、どうでしょうかね。ただシティローストにしてはなんか色が薄いような気がします。水研ぎの影響なんでしょうかね。どうでしょう。実際に飲んでみる動画はまた次回ということで、楽しみにしていてください。はい、というわけで今回は水研ぎ焙煎を初めてやってみました。焼いてみた感覚だと一番大きなメリットはコンロが汚れにくいってとこですね。自宅で自家焙煎をしていると茶粉が散らかるっていうのは結構大きな問題なんで、その点かなりいいなと思いました。ただまあ水研ぎする手間がかかるんで茶粉掃除した方が楽なんじゃないかなとは思うんですけど、まああとは味がどうなるかですね。結構手間暇かけて焙煎する形になるんで、だいぶ美味しくなるのを期待してるんですけど、どうなるでしょうか。まあ飲んでみるっていう動画はまた次回ということで、来週の金曜日もよろしくお願いします。この動画がいいねと思ってくださった方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram も毎日更新してますので、概要欄のリンクから飛んでフォローお願いします。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。